働く細胞ゼミナール、細胞博士と一緒に体の仕組みを知ろう。よし、今回も働く細胞ゼミナール始めていきましょう。体の勉強は自分の勉強。ただいま塩なめ溝飲み熱中症から復活しました細胞博士の鈴川です。今回も働く細胞にまつわる情報を熱い思いでお送りしていこうと考えてます。第11話のタイトルは熱中症。今回はね、もう全体的に暑そうの回でしたね。熱中症の経験者である僕にとってはとても身に染みる回でした。体に染み込む回でした。今回ばかりはダメかと思いました。ああ、でもなんとかあの奇跡の雨により救われたな。いやでも今回本当に良かったですね。血管内に直接液体を注入するとあんなに分かりやすく回復に向かっていくんですね。素晴らしい。今回は熱中症にちなんで僕たちの体の仕組みについて今までよりももっともっと深く説明していこうと考えています。僕たち人は暑い時汗をかくことで体温を下げようとする体温調節の機能を持っています。その汗の発生メカニズムは皮膚の血管を広げ血液の流れを速くし血管内の水分を体外へ放出することで汗をかき熱が放出していくっていうことなんです。なるほど。だから私たちは表皮付近の毛細血管を歩かされていたんですね。そういうことなんです。いつもありがとうございます。感謝してます。体温が上がってしまうと僕たちの体は水分をなるべく多く出そうと広く分布している毛細血管内の血液の流れを速くしようとするんです。この方が効率よく熱を体外へ放出できますからね。ちなみにウサギの耳が大きい理由もこれと同じ原理で説明できます。ウサギは走りながら耳の血管を広げ血液の流れを速くすることで熱が体内にこもらないようにしてるんですって。確かにその方が効率よく熱を放出できるな。それにしてもかわいいな。かわいい。ウサギさんの体の中の赤血球も頑張っているんですね。そうなんです。そもそも体内の細胞さんたちが僕たちのために一生懸命働いてくれるこの理由はドーン、ホメオスタシスにあるんです。ホメオスタシス？それって一体何ですか？ホメオスタシスとは体内の環境を安定に保ち生命を維持する性質のことで、全ての生物が持っている性質なんです。細胞さんの酸素が足りなくなっても赤血球さんたちが酸素を配り、体内に細菌が入っても白血球さんが駆除し、擦り傷により出血しても血小板ちゃんが血を固めるというように、僕たち生物はホメオタシスにより体内の環境を常に安定に保とうとしているんです。そうか、俺たちはこのホメオスタシスによって働かされているのか。そうなんです。すべてこのホメオタスによるものなんです。今回は体温が上がった時にその体温を下げようとするというホメオタスがうまく機能せず熱中症になってしまったということなんです。なぜそのホメオスタシスがうまく機能しなかったのでしょうか？それは皮膚の血管が広がったことにより脳に送られる血液の量も減ってしまったからなんです。脳っていうのはホメオタシスを司る体全体の中枢ですしね。なるほど。そして汗をさらにかき
重度の脱水症状を引き起こすと熱射病になるということか。その通りです。熱射病になってしまうと完全に体温調節の機能が働かなくなり、汗もかかなくなります。そうならないためにこまめに水分と塩分を補給する必要があるんですね。おお、赤血球さん、今塩分と言いましたね。素晴らしい。僕たちが出す汗には水分だけではなくこの塩分も含まれているので、もちろん塩分も補給した方がいいんです。でこちら、このシーンをご覧ください。ナトリウムをありったけ集めろ。浸透圧を利用して水分を汲み上げるんだ。ダメです、ナトリウムも発汗でほとんど流出しました。何？隊長、ここで浸透圧を利用して水分を汲み上げるという表現がありましたよね。ここがとても重要なんです。博士、目が怖いです。あ、おっと、すいません、つい熱中しちゃいました。熱中症だけに。ところでお二人はこの浸透圧の意味がわかりますか？浸透圧？あまり聞いたことがない言葉ですね。確かに説明しろと言われると難しいな。で、この浸透圧っていうのは液体が水を奪う力のことで、この浸透圧によって濃度の低い液体から濃度の高い液体に水が移動するんです。えへへ、私にはよくわからないですね。え、要するに血管内に多く塩分を入れておけば水が血管内に入ってくるということではないか。おお、さすがは甲虫球さん、よくご存知ですね。ホメオスタシスのためとはいえ、こんなにけなげに頑張ってくれている細胞さんには本当に感謝しても感謝しても感謝しきれないですよ。いつも本当にありがとうございます。いえいえ、これからも頑張ります。俺たち細胞の使命だからな。次回のテーマは出血性大ショック前編。僕たちの体から大量の血液が失われた場合、僕たちの体はどうなってしまうのか、赤血球さんの奮闘を一緒に見届けましょう。ではまたこの働く細胞ゼミでお会いしましょう。次回もお楽しみに。出血性大ショック、一体この世界はどうなってしまうのでしょうか。でも私も頑張らなきゃ。そうだな、仕事に戻るぞ赤血球。働く細胞ゼミナール、次回もお楽しみに。